こんにちは、デコのクレソンです。今日のテーマはですね、梅雨時期になります。なので宿毛矯正とストレートアイロンを毎日かけ続けるのをどっちが痛むのかを検証してみたいと思います。こちらの動画はですね、これから宿毛矯正をかけたい人、逆に今まで宿毛矯正をかけていて宿毛矯正をやめたい方にとても参考になると思いますので、ぜひとも最後まで動画をチェックしてみてください。まずですね、ストレートアイロンでなんで髪の毛が伸びるのかっていうのをちょっと説明してみたいと思います。髪の毛っていうのはですね、濡らしてあげるとですね、実は水素結合といって結合が切れるんです。そして濡れてる状態から乾いてる状態になるとその結合がまたくっつくんですね。ですのでストレートアイロンでしっかり熱で伸ばしてあげるとですね、髪の水分が抜けて結合がそのまま固まってしまうので、そのまままっすぐな状態がキープされるんです。逆にですね、例えばくせ毛の方がお風呂上がり濡れっぱなしでそのまま自然乾燥にしてしまうと、濡れてる髪で水素結合が切れているので、そのまま乾いてしまうとですね、実は癖のままくっついてしまって後で治そうと思っても治らないという現象が起きるんです。ですのでそのまま自然放置で自然乾燥してしまうと髪の毛が傷む原因になります。ではなぜストレートアイロンで髪の毛が傷むのでしょうか。これはですね、髪の毛というのは実はですね、主成分が柔らかいタンパク質でできているんです。そして高温のストレートアイロンを当ててしまうことによって、その柔らかいタンパク質がですね、実は高温で硬くなってしまうんですね。ただ1回のアイロンではそこまで硬くならないんですけども、何度も何度も毎日毎日同じところを高温のアイロンで挟み続けると、その柔らかいタンパク質が徐々に徐々に硬くなってしまって、最後はもうカチカチの状態になってしまうんです。カチカチの状態になってしまうと枝毛の原因であったりとか、髪の毛が乾燥してしまってそこからボロボロになってしまうという現象が起きるんです。もうその硬くなってしまった状態になってしまった髪っていうのは、もう何をやってももう戻ることはできないので注意が必要なんです。ストレートアイロンを使うことのメリットっていうのは、まあ簡単にお手軽にこう髪の毛を伸ばせて、まあ、いつでも自分の思い通りのスタイルに曲げられるっていうことがとても良い点だと思います。ただですね、デメリットもやはりありまして、やはり毎日やり続けたりとかすると、髪の表面のツヤとなるキューティクルという部分が毎日開いたり閉じたりするので、そのキューティクルが剥がれて損傷してしまったりとか、開いていくことによって髪の中の栄養素ですね、そこが抜けてしまったりとか、さっき言ってた繰り返すことによって髪が硬くなってしまうので痛む原因になるので、まあストレートアイロンをスタイリングで使うということは、やはりダメージの蓄積にずっとつながるということがとてもデメリットだと思います。あと宿毛矯正との違いはですね、宿毛矯正は汗をかいても濡れても癖が出ることはないんですけども、ストレートアイロンで伸ばした髪というのは一回濡らしてしまったりとか汗をかいてしまうとまた癖が戻ってしまう、その点はちょっとデメリットかなと思います。では次に宿毛矯正のメリットデメリットを説明してみたいと思います。まずですね、宿毛矯正ってどうやって髪の毛が伸びているのっていうのを簡単に説明したいと思います。髪の毛の結合をですね、薬剤によって実は強制的に切ってしまうんです。それを一液といって最初にお薬をつける薬で切ります。そしてその状態、切った状態に今度乾かしてあげて、高温のアイロンでその結合をまっすぐにしてあげます。そしてまだこれだとつながって完全な状態じゃないので、今度2回目の薬ですねを使ってあげて、そのまっすぐにした状態を固めてあげるということをしていくんですね。ただですね、この宿毛矯正かけた時はとてもまっすぐになってツヤツヤになってるんですけども、実はですね、強制的に結合をつなげているので、実は髪の毛のキューティクルっていうのを
剥がしてるんですね。剥がして実は薬を浸透させてるんです。なのでもう中身の栄養というのは割と全て抜け落ちてしまっておりまして、そこを強制的に薬で伸ばしているので、実は中身はあまりいい状態ではないんです。ですので例えばかけたてはすごく綺麗なんですけども、時間が経ってくるとですね、だんだん栄養がない髪なので髪の状態があまり良くなくなってパサついてきてしまうんですね。ですので割と宿毛矯正綺麗に持続するためには髪のお手入れですね、ヘアケアがとても大事になってきます。あとですね、宿毛矯正のお薬とてもデリケートです。塗ったままで長時間放置しておくと髪の毛が不安定でバラバラになった状態になってしまうので、髪が柔らかすぎたりとか、とても張り腰がなくなってしまって、もうそうなってしまうともう元に戻らなくなってしまいます。ですのでとても注意が必要な施術になります。そしてですね、高温のアイロンでプレスするんですね。これどういう状態かというと、やはり髪の毛をですね、熱い熱で挟んでですね、しっかりとこうプレスするということはとてもこうギュッと髪の毛を潰してしまうという状態になります。なので熱の入れすぎだったりとか無理な過度のアイロンをしすぎると髪の毛がとてもダメージにつながってしまうし、ダメになってしまうので、で宿毛矯正という技術はとても難しいので、美容師の力量にもよるんですけども、ぜひ担当の美容師さんに相談して慎重に施術することをお勧めします。はい、以上で2つの説明をしたんですけども、これ僕の美容師的見解ですね、説明していきたいと思います。まずですね、ストレートアイロン、これ毎日やり続けることですね。これ一番のデメリット、僕は時間がかかるってことだと思うんですよ。これ毎日30分ストレートアイロンをやり続ける、365日やり続けたとしてどれぐらいの時間かかると思いますか？360×30分なので約 7.6 日ですね。24時間かけ続けて 7.6 日1年間アイロンをかけ続けることになるんです。これ割と時間のロスだと思いませんか？そうなんです。時間がやはりかかってしまうというのがストレートアイロンのデメリットでもあると思うんです。そしてもう一つは、やはり毎日かけているとですね、髪の毛が硬くなってしまってダメージにつながるっていうことなんですね。このダメージした髪がもう元に戻せないというのはもう切るしかないんですね。なので硬くなってしまうの嫌だなっていう人はストレートアイロンをあんまりするのはやめた方がいいかなと思います。ただですね、メリットはまあどんな自由自在にスタイリングができて、割とかけてもかけなくてもいい、地毛を生かしてもストレートにしてもカールを巻いても自由自在にヘアスタイルを変えれるというところはストレートアイロンで伸ばすことのメリットだと思います。はい、次に宿毛矯正のメリットデメリットをちょっと話してみたいと思います。まずデメリットですね。これはですね、やはり毎日ヘアケアをしっかりしてあげないと、宿毛矯正の髪最初かけた時はつるんとしてるんですけども、日を追うごとにどん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 硬くなってしまって枝毛になりやすかったりとか乾燥しやすかったりするので、こちらはデメリットだと思います。そしてかけた部分は割と半永久的にストレートを保てるんですけども、どうしても根元が伸びてきて3ヶ月4ヶ月半年ぐらいしてくると、やはりその癖の部分がですね、とても気になってくるので、さらに宿毛矯正の施術が必要になってくるので、まあ、割とコストと時間もそこでかかってしまうということです。あとですね、宿毛矯正をかけた髪にアイロンですね、コテで巻こうとするとですね、どうしてもやっぱり硬くなっているので少し巻きづらい、あとアレンジする時も髪の毛がちょっと硬くなっているので、こちらもしにくいのかなとは思います。逆にメリットですね、こちらは何といってもお手入れというかスタイリングがとても簡単ということです。濡れた状態でドライヤーでさーっと乾かすだけでですね、簡単に綺麗なストレートヘアが出来上がるので、
お手入れの楽さというのはめちゃくちゃメリットだと思います。はい、それでは結論を出したいと思います。どちらが良いのかということなんですけども、これはですねちょっと決められないんですよ。もうケースバイケースというか、そのそれぞれの良いとこ悪いとこっていうのがやっぱあるので、それを自分で精査して選ぶのが良いと思います。僕個人的にはですね、自由にヘアスタイルを楽しみたい方というのはストレートアイロンで毎日するのが良いと思います。これはもうヘアスタイルを自由自在に変えられますし、例えば縮毛矯正をかけた髪にヘアカラーをしようと思うと、どうしても良い色が出づらいんですね。なので髪の色の変化を楽しみたいとか、いろいろなヘアスタイルを毎日したいという方はストレートアイロンをおすすめします。逆に毎日アイロンして時間をかけたくなかったりとか、お手入れがめんどくさいという方はもう縮毛矯正をかけた方が絶対に良いと思います。縮毛矯正をやっぱりかけるとですね、楽なんですね。楽ちんな方を選びたいという方は縮毛矯正の方を選ぶと良いと思います。はい、以上のことを踏まえてですね、参考にしていただければ良いと思います。それではもしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。